春の盾を見据えるトップクラスの馬たちが集います。ゲートが開いて飛び出した14頭であります。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、先頭に立つのは何か。先手を取ったのは13番ディープボンド、シロニーがその後ろ、11番アフリカンゴールドが上がってまいりました。まもなく第3コーナーに差し掛かります。ちょっと離されまして、8番アイアンバローズ、ヤスティンパレス、外を通りましてブレイクアップ、サンデイポケット、そしてその外に10番メロディーレーン、それから足毛の馬体、名称天元であります。そのうちにユーキャンスマイル、その後ろ3馬身くらいあって14番アケルナルスター、内を通って9番ゼーゲン、ノーチカルチャートがかわしていきました。後方から行きますボルドヌ風習、この多頭数をさばけるか。縦長になってまいります。前でありますが、前先頭を行くのはアフリカンゴールド、3馬身リード、そしてその後ろから13番ディープボンド、それからシロニー、そして4番手にアイアンバローズであります。内を通りまして3番ヤスティンパレス、14頭第1コーナー右にカーブを取ります。ブレイクアップ、4番黒い馬体、サンデイポケットであります。外から1頭メロディーレーン、5番名称天元、その後ろでやりましょうか、ユーキャンスマイル、14番アケルナルスター、そのうちノーチカルチャート、そして外からはゼーゲン、白い帽子にご注目ください。これが1番人気のボルドヌ風習であります。もう一度前から整理しましょう。3馬身くらいの差をつけてアフリカンゴールドが先頭です。これを追って13番ディープボンドであります。内から1頭シロニー、そして4番手にアイアンバローズ、これと一緒にヤスティンパレス、そしてその後ろからブレイクアップ、それから4番サンデイポケット、そしてもう1頭10番メロディーレーン、それから足毛の馬体、名称天元、内を通ってスルスルとユーキャンスマイルが上がっていきました。ゼーゲンじわっと上がっていくボルドヌ風習、差を詰めていきました。アケルナルスター。さあ問題は直線。問題は直線356mであります。ボルドヌ風習、手応えはどうか。先頭、和田とディープボンド、キャスティンパレスがかわした。3番手にボルドヌ風習、内13番ディープボンド、ボルドヌ風習が捉えるか。このまま粘れるか。キャスティンパレス、キャスティンパレスか、ボルドヌ風習か。ほとんど同時。1番、2着、3番、3着、13番以上のように確定しました。ゲートが開いた。まずまずのスタートかと思います。先行するのは何か。先手を取ったのは7番ブレイクアップ、13番ディープボンド、外から行こうというところ、内を通ってスルスルとアフリカンゴールドが上がっていきました。まもなく第3コーナーに差し掛かります。8番アイアンバローズ、そして5番手に3番ヤスティンパレスであります。外から1頭シロニー、サンデイポケット、その外に10番メロディーレーン、5番名称天元、それからもう1頭2番ユーキャンスマイル、そしてその後ろからゼーゲン、それからアケルナルスター、そして1番人気のボルドヌ風習、うまくいっているんではないでしょうか。そしてその外に6番ノーチカルチャート。さあもう一度前の方に戻ってまいりますと、11番アフリカンゴールドがレースを引っ張るようになりました。7番ブレイクアップ、下がって2番手、そして外からは13番ディープボンド、内から1頭8番アイアンバローズ、14頭が第1コーナーに向かいます。内を通って3番ヤスティンパレス、12番白い馬体、シロニーであります。4番サンデイポケット、メロディーレーン、ほとんど馬体が合っています。それから足毛の馬体、名称天元、そのうちユーキャンスマイル、ゼーゲン、その後ろ3馬身くらいあってアケルナルスター。さあ向こう流しに入りました。1番ボルドヌ風習、白い帽子が馬込みで入れています。その後ろでやりましょうか。6番ノーチカルチャート。もう一度先頭に戻りましょう。これが先頭アフリカンゴールド、それからブレイクアップ、ディープボンドがその後ろ、そのうちに8番アイアンバローズ、それからもう1頭ヤスティンパレス、そして6番手に12番シロニーであります。4番黒い馬体、サンデイポケット、外を通りまして10番メロディーレーン、そしてそのうちに2番ユーキャンスマイル、その外からは5番名称天元、そして内からは9番ゼーゲン、1番ボルドヌ風習。差を詰めていきました。さあいよいよ第4コーナーから直線に入ってまいります。
先頭行く赤い帽子はジャスティンパレスアフリカンゴールド懸命に追う外から突っ込んできたボルドグフーシュ外をついてボルドグフーシュが来ているこのまま粘れるかジャスティンパレス2番手にボルドグフーシュ追い詰めるジャスティンパレスボルドグフーシュまたいがあったところがゴール板2着、1番、3着、13番以上のように確定しました。さあ飛び出した14頭、まずまずのスタートを切りました。先頭に立つのは何か、シロニーがかわしていきました。それからジャスティンパレス、その外スーッとディープボンドが上がっていきました。アフリカンゴールド、差が開いてブレークアップ、まもなく第3コーナーに差し掛かります。外を通ってアイアンバローズ、そのうちサンレイポケット、それから足毛の馬体、名称天元であります。そして外からは10番メロディーレーン、ユーキャンスマイルがそのうちにいます。アテルナルスター、それからもう1頭9番ゼーゲン、1番ボルドグフーシュ、白い帽子が馬込みで入れています。一番後ろに6番ノーティカルチャートであります。流れるようにレースが展開されています。順位が入れ替わっておりまして、先頭はアフリカンゴールドであります。ばらけたレース展開であります。それから12番白に外を通りましてディープボンド、そしてその後ろからアイアンバローズ、内を通ってブレークアップ、ジャスティンパレス、下がって6番手、外から1頭、4番サンレイポケット、5番名称天元、その外10番メロディーレーン、その後ろでやりましょうか、2番ユーキャンスマイル、14番アテルナルスター、ゼーゲン、ボルドグフーシュ、どのように差を詰めていくか、しんがりからノーチカルチャート。さあもう一度前の方に戻ってまいりますと、11番アフリカンゴールドがレースを引っ張るようになりました。12番白い馬体、白ニーであります。その外に13番ディープボンド、そして4番手に8番アイアンバローズであります。7番ブレークアップ、ほとんど馬体が合っています。そして内からはジャスティンパレス、その外からは4番サンレイポケット、名称天元、メロディーレーンがその後ろ、内を通りまして、2番ユーキャンスマイル、14番アテルナルスター、そしてその後ろからゼーゲン、それから1番ボルドグフーシュ、徐々に差を詰めます。ノーチカルチャート、これがしんがりであります。先頭は依然として11番アフリカンゴールド、阪神のスタンドが揺れています。ボルドグフーシュ直線伸びてくるのかどうか、先頭意地を見せるか、ディープボンド、ジャスティンパレスが内からかわすか、ムチが飛んでいる、ジャスティンパレス内、3番ジャスティンパレス頑張る、和田とディープボンド、内か外か、ほとんど同時。勢いがありますね。1着13番、2着3番、3着1番以上のように確定しました。